フィオレンティーナ1-1ユベントスセリエ A 第33今シーズンのユベントスはダゾーンでいつでもどこもう簡単に視聴1ヶ月無料を試し実施中セリエ A 第33フィオレンティーナ対ユベントスが現地時25日に行われ1-1のドローに終わっているこの合わせではセンセーショナルなゴールが誕生しリーグ戦 直近5試合でわずか1勝と苦しむフイレンティーナのホームに乗り込んだユベンスは、立ち上がりから不安定さを露呈。すると27、2、アドリアン・ラビオのハンドにより、PK を剣、すると、これを、ドゥシャン・ブラホビッチに、メラレ先制点を奪われる。チャンピオンズリ、グ、CL 出場権獲得を目指すユベントスにとって、C スタートとなっていた。 後半に入り、アン、レア・ピルロ監督は、アルバロ・モラタ、デア、クルゼフスキの2枚を投入。同点に追いつこと、攻めの意識を強めた。すると、後半開始1分も、だないうちにモラタが大仕事を果たすなど、ハイが的中。試合を振り出しに戻した。モラタの、ルは圧巻だった。ファンクアドラードの、ルーパスに反応し右サイドを突くと、 鋭いキレ。返しで、DF ルーカス・マルティネス・クワルタ、かわす。この時点でゴールを狙うには、角度的も難しかったが、モラタは迷わず、それも危機ではない左足でシュート。ボールは、GK バルトロ、A ドラゴブスキの手にわずかに触れて、たが、勢いを落とさずそのままゴールに吸い、まれている。これには、DF マルティン・カセレス、下唇を噛みながら、 悔しそうに天を見上げる、かなかった。モラタはこれで今季リーグ戦級得目、セリエ A1 シーズンにおける自身、キャリア派を更新することになった。また、アプタによると、モラはこの日出場から31秒後にゴールを奪ったの。が、これは今シーズンのセリエ A において、交代、出場した選手の最速ゴールとなったようだ。だ。モラタの、 ファインゴールで同点に追いつ対ユベントスだったが、その後は点を奪えず、地で勝ち点にを落とすという結果に、4位という場に変化をつけることはできなかった。また、定3位のミランが、今不知らつように勝利すれば、ベントスはその差を3ポイントに広げられて、舞うことに。さらに、暫定5位ナポリが、今不死取りに勝利すると、条件次第ではあるもののユベトスは、 CL 圏外の5位に転落する可能性も出てき、ビルロ監督は少年場を迎えている。動画、セバン、9によるファインゴールが誕生。フィオレンテ、ナタイ、ユベントスハイライト参照元 YouTube、りょう。